こんにちは。第一子電気視認技師の平です。今回は低圧の絶縁抵抗値が 0.1、0.2、0.4 メガオーム以上でなければならない理由などについて解説します。今回の動画の目次はこのようになっています。はじめ、低圧の絶縁抵抗値の数値の根拠について説明をし、補足として低圧電路の絶縁性能の量比を判断する際に、絶縁抵抗測定と漏洩電流測定をどのように使い分けをしているかを説明します。はじめに、低圧の絶縁抵抗値が 0.1、0.2、0.4 メガオーム以上でなければならない理由としては、漏れ電流を 1mA 程度に抑えるためです。この 1mA の電流は通称、最小感知電流といい、人体にとってはピリッと感じる程度で危険がありません。また、1mA は過去の実績から火災の恐れがありません。このように、低圧の絶縁抵抗値は、感電及び火災を考慮したときに危険性がない値を設定しています。では、法令の絶縁抵抗値の値が 1mA 程度の漏れ電流であるかを確認します。まず、低圧の絶縁抵抗値が定められているのは、電気設備に関する技術基準を定める省令第58条低圧の電路の絶縁性能で、条文を読み上げると、電気使用場所における使用電圧が低圧の電路の電線相互間及び電路と大地との間の絶縁抵抗は、開閉器または過電流遮断器で区切ることのできる電路ごとに、次の表の上欄に掲げる電路の使用電圧の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる値以上でなければならないとしています。ちなみに、絶縁抵抗値は時期によって大きく変動し、特に梅雨の時期に著しく小さくなります。そして表に記載されている絶縁抵抗値は、梅雨の時期の最低の値でも保たなければならないとされています。次に、電路の使用電圧の区分のうち、300V 以下でかつ対地電圧が 150V の場合の配電方式としては、100V の断層2線式、100V、200V の断層3線式などがあります。そしてこの方式の電線の絶縁抵抗値が 0.1 メガオームの場合、対地電圧が 100V のため、漏れ電流は 0.1×10⁶ オーム分の 100V から 1mA となります。次に、他の電路の使用電圧の区分として、300V 以下のその他の場合の配電方式としては、200V の断層2線式、200V の断層3線式などがあります。そしてこの方式の電線の絶縁抵抗値が 0.2MΩ の場合、電圧が 200V のため、漏れ電流は 0.2×10⁶ オーム分の 200V から 1mA となります。最後に、電路の使用電圧の区分として、300V を超える場合の配電方式としては、400V の断層3線式などがあり、この方式の電線の絶縁抵抗値が 0.4MΩ の場合、電圧が 400V のため、漏れ電流は 0.4×10⁶ オーム分の 400V から 1mA となります。このように、法令で定められている絶縁抵抗値を保てれば、標準的な配電方式に対して 1mA 程度の漏れ電流に抑えることができます。補足として条文の赤の下線の低圧の電路の電線相互間及び電路と大地の間の絶縁抵抗について説明をします。はじめに、低圧の電路の電線相互間の絶縁抵抗とは、電気機械器具内の電路を含まず、電気機械器具を取り外した状態における線管の絶縁抵抗に対応します。次に、低圧電路の大地との間の絶縁抵抗については、電気機械器具が接続されている場合、電気機械器具内の電路の大地との間の絶縁抵抗に対応します。また、大地から絶縁しないで使用する電気使用機械器具を除くことから、この絶縁抵抗は、絶縁を要する電気機械器具を接続した状態の電路と大地との間の絶縁抵抗と言えます。
では次のスライドに移ります。次に法則として低圧電路の絶縁性能の量比を判断する際に絶縁抵抗と漏洩電流測定をどのように使い分けるかを説明します。はじめに答えを言うと、絶縁抵抗測定は電気使用場所の低圧電路に適用し、一方漏洩電流測定は低圧電線路に適用します。なお電気使用場所は技術基準の解釈より電気を使用するための電気設備を施設した1の建物または1の単位をなす場所で、簡単に言うと電気設備が置いてある場所です。なので図のように変圧器の二次側から低圧で受電をしている建物において、電気使用場所は建物であり、低圧電線路は変圧器の二次側から受電点までの低圧配電線に対応します。この図より電気使用場所である建物にある低圧の電路は絶縁抵抗測定を行い、低圧配電線は漏洩電流測定を行います。なおこの測定の根拠は法令の条文に記載してあります。まず絶縁抵抗測定については、先ほど紹介した第58条低圧の電路の絶縁性能の最初に電気使用場所に起きると記載があり、一方漏洩電流測定については第22条低圧電線路の絶縁性能の最初に低圧電線路中絶縁部分と記載があります。ちなみに低圧電線路は電圧が低いため絶縁の破壊ということよりも、通常他物との接触や延面漏電のような漏れ電流の程度が問題となることから、電線路の最大使用可能電流を基準にとって考えることとし、その2000分の1を限度としています。なお最大使用可能電流は変圧器の低圧側の定格電流に対応します。以上、低圧の絶縁抵抗値が 0.1、0.2、0.4 メガオーム以上でなければならない理由などについて解説しました。このチャンネルでは電気主任技術者、電気工事士、電研の受験者の方など電気関係の仕事に携わる方に有益な情報を発信しています。よかったらチャンネル登録、高評価、SNS、公式 LINE を登録していただけると幸いです。またメンバーシップも行っているので、興味がある方はご加入ください。これからもご利用をよろしくお願いいたします。今回の動画は以上です。ご視聴ありがとうございました。